ははい、いこんにちカニバーサルデザイン伊藤です、えー。今回は伊達純一先生にパーシャルソフトフィルターという、まあ、ちょっと今人気の製品なんですけども、えー、星撮り用のですね7割が滲んだ効果があって3割が透過してるフィルターの現地レポートということで動画を作っていただきました、まあ、撮影するにあたっての注意点やっぱりどうしても境界線の部分ですね少しやはり影響ありますので 実際の、えー、使用状況まあ,あのモニターでですねどういう状況で変化していくとかっていうのをとても分かりやすく、えー、ご説明されてますのでぜひご覧くださいはいえー、っとね今、えー、キャノンの EOSR5 に、えー、1535をつけて、えー、そこにカニのヒーティングホルダーを 装着しています結露防止対策に、えー、カニのヒーティングホルダーを装着しています。そしてねパーシャルソフト、これの、えーね、効果を試してみたいと思うんですけども、まあ、さっきねニコンの Z7II に、えー、2470で取ってみたんですけどもうだいぶねオリオン座が高い、えー、高度になってきたんで、えー、もう少しワイドで撮りたいということで、えー、キャノンの e o s r 5、えー、1 5 3 5に変えてみました。まあ、本当はニコンの、ね ニッパチ持ってれば、まあ、それで続けて撮りたいんですけども残念ながら僕が持ってるのはね1430の4なんですよ。で4だとねやっぱり露光時間がその分長くなるか感度上げなきゃいけないんでねパチの広角ということになると、えーね、100mm 角のホルダーが使えるっていうのはこのねキヤノンの1535しか今は持ってないんですね。はい じゃあ、えー、まずねこれノーフィルター、えー、15秒になってますねまあ,あ少し感度を抑えたいんで15秒でやってみます今録音中録音終わりましたねはいはいこれがね15秒さっきより、えー、シャッタースピードはね伸びてるんですけどうーん、あのー、広角になっているんでね500ルール500割えー、ね 15いくつだ <laughs>、えーにね、15だから3 30秒ぐらいまでいけるってことねえっていう話なんでねはいこんな感じでちゃんとね富士山逆さになってますはいこんな構図でいいよねはいもう一回。 ね、500÷15 ということで、えー、30いくつになるのかなまあ30控えめに見て30そういうことなんでね、えー、30秒までは、えー、星が止まって映るんですけど僕は、えー、より厳しく半分見てますので15秒これでいいかなとでこれでねパーシャルソフトどっちがねこれパーシャルソフトね、えー どっちが上か下か下書いいてないんですよでもよく見るとねなんかこう境目上がにじんでる下が透明っていうのがわかる3分の、えー、上から3分の2下から3分の1のとかちょっとね筋が、うん、よくこう光にかざしてみると見えるんですねあとはこう天候源にてにじんでるにじんでないっていうので判断するしかないです。でこれパーシャルソフトを入れてみますね。はい で今ね一番差し深く差し込みますこれ前面のソフトにななりますはいどうかなこの <laughs> ライティングが悪さしなきゃいいんですけど本当はライト全部消して撮影しないとあした方がいいんですけどまあそうすると真っ暗でさすがに何にも映らなくなってしまいますので、えーね、ギリギリ自分とカメラの側面に当たる程度のライトを当ててます。 あいいですねこれがねノーフィルターこれが全面ですよね星がね明るい星が大きく映りますよねはいはいアップにしてみますそうそうそういい感じですよね1600だったら全然 OK ですよねはいまあ下がねにじんでるんだけどこれはこれで幻想的でいいのかなと思うんですけど やっぱり下にもう少しくっきり見せたいものがあるときにやっぱりパーシャルソフトっていうのは意味が効果を発揮するんですねはいで、えー、下の部分をもうちょっとねアップにしますはい、えー、パーシャルソフトを少しずつ上に上げていきますはい上げていきます車が通ってますね はい、上げていきますはいなんかねちょっとこう縦筋になるんでしょこれが境目なんですよ今ねこう縦筋が出ているのがこう境目ですそこをもうちょっと上に上げていきますはいこれでね、えー、ちょうど地上とここら辺にね多分縦筋のエリアっていうんですか境目のエリアが来るんで、えー、星には影響ないといいんですけどねはい 露光中です寒いだんだんねへへへ寒くなってきましたはいこれがねパーシャルソフト地上にあんまりにじみが出ないようにってかけたもんですちょっとね薄雲出てきちゃったなあはい こんな感じですねちょっとだけシ支ウしね点が出ちゃいますね縦線が出ちゃいましたねはい少し下げてもう一回はいそうね、ちょっと薄い雲がね 広がってきてきますね。まあ、天然のねハーフあのソフトがかかってると思えばそれはそれでいいんですけどねそれでもやっぱりね正直こうん公害が少ないから、あのー、非常に湖面にも星が映ってて綺麗ですね。はい え引き続きね、えー、ちょっとなもうライトを消しちゃいましたもっとねいい感じで少し霞んできたかなもやがかかってきたかなと思ったんですけどもうんまたいい感じになってきたので、えー、今度はライトを消して、えー、引き続き撮影していますえー、っとねまずね、えー、フィルターなしの状態試してみますね これ今ね、フィルターなしで、えー、多分15秒ぐらいもう絞り優先のお任せで撮ってるんでねうんはいはいこれがね、えー、フィルターなしですキャノンの EOSR5RF、えー、のね、えー、1535のニッパチ開放です ちょっとだけね周辺ね天造性の乱れが少しあるんだけども,もズームで日近い方でこれだけ映れば、えーね、合格じゃないですかはいでね富士,、えー、富士山とオリオン座なんですけどもオリオン座ねやっぱりねわかるんですけどちょっとね目立たないですよねにじまないんで明るい星がねデジタルはにじまないんで分かりづらいですでそこででね、えー、成形撮影では あのソフトフィルターをかけるっていうのが定番ですでそこでねカニからパーシャルソフトっていうのが出たんですけどこれの特徴はね上の3分の2がソフト下の3分の1が、えー、透明なんですよねソフトかかってないんですでそれがどういう意味があるかっていうとこれ今ねカニのパーシャル、えー、一番下まで深く入れてますでねそうすると全面ソフトなんですよね 全面ソフトっていうことはね、えー、お星様もにじめば地上の街灯もにじむということですはいこんな感じですよねえー、っとこれがノーフィルターこれが全面フィルターです下にね地上の風景にじんでますよねこれはこれでねいい出来だと思うんですけどうんはい まあどうしても地上がにじむとね、クリアさに欠けると。例えばね、これはあもう紅葉のシーズンは済んでるんですけどね、木がね、もやっとしてますよね。で、ちょっとうるさい。そういう時にね、えー、このね、パーシャルソフトをね、上に上げていくんですよ。そうすると下の透明が上がっていきます。はい。で、ちょっとね、一瞬こう。 チカッと縦筋が伸びますよね。これが境目です。で、これが、えー、完全にね消える位置まで上げます。はい。で、これがね地上が今、えー、透明領域で上が、えー、ソフト領域です。はい。で、これで撮ってみます。ちょっと飛行機が飛んでるかな。チカチカしてるな。 はい、そうですねちょっとだけ下に飛行機の飛んでるライトがありますけどこれがね、えー、パーシャルソフト下にはソフトがかからないようにしたものですでこれがね全面ソフトにしたものですこの地,地上のね街灯のにじみが違うと思いますでもねお星様は、えー、ちゃんとにじんでますよね明るいお星様 はいね、これがにじんでないところこれパーシャルソフトを前面にかけたものこれは下がねにじまないように少し上に上げたものです。 ただこの時ね気をつけないとね星のね明るいのがねこれシリウスなんですけどちょっとだけ縦筋にかかるかかからないかっていうところでね、えー、少し縦筋になりかけてますよね、えー、もう少し高く上がってくれればね、えー、この縦筋のエリアから外れるんでもう少し待つとねいい感じになると思いますはいどうしてもこのねソフトのつなぎ目っていうところにね縦の筋が出ちゃう っていうのがあこのパーシャルソフトまあ唯一の欠点なのかなっていうところではありますこれがノーフィルターこれがパーシャルソフトですちょっとねパーシャルの領域がね、えー、少し、うん、街灯にかかっちゃって、えー、少し縦筋が出てますねこれもう少しパーシャル上に上げないとダメっていうことですはい。 これがね、パーーーシャルルソフトのの、えー、効果と使い方です。えー、カニのヒーティングホルダーもね、えー、結露がする。もうちょっとねこれ真夜中それから夜明け前っていうんですか早朝にかけて結露わっと霜が降りるような時間帯になるとねこの結露防止のねヒーターとかこういうヒーティングホルダー、えー、ないとね曇っちゃうことがあるんで、えー、ね成形星を本気で撮りたいっていう場合にはこのヒーティングホルダー もしくはね自分であの結露防止ヒーターを用意して、えー、防寒カバーをかけていろいろそういう結露対策、うん、や,やってみてほしいと思います。僕もね星の専門家じゃなくてね本当に星のねたまにこう作例で撮る程度しか、えー、やってないんでね あんまり偉そうなことで言えないんですけど、まあ、とにかくね星の綺麗なところを着て、えーね、カメラ構えれば天気さえあとよければこんな写真がね簡単に撮れちゃいますもうデジタル様々ですよね、うん、まあですから明るいレンズで、ね、周辺がねちゃんとあの星が点に映るレンズそして好感度 ISO1600 とか3200が綺麗に映るカメラ。 あとはこのカニのパーシャルソフトフィルターで,できればこのヒーティングホルダーこれがあればね、えー、別にあのモバイル赤道儀とかで追尾しなくても、えー、成形撮影はね固定撮影で撮るのがね基本ですんでね、あのー、三脚固定で十分綺麗に写しますまあそれにはやっぱりね F2.8 とかねズームにこだわらなければ単焦点の1.8とか1.4とかそのあたりのレンズ組み合わせると i o 800とか感度を抑えて10秒程度の露出にすればね点がちゃんと点に移るんでね、えー、いいと思いますね。はい、で以上うんこれでね、えー、小事故からの、えー、成形撮影の、えー、パーシャルソフトを使った成形撮影の、えー、テストっていうんですかね解説終わりたいと思います。えー、だいぶ冷えてきまました、まあでもね 本当こんなに富士山とオリオン座がいい感じに撮れるとは、えーね、なかなか、えー、僕も、ね、山中湖ばっかりだったんでね山中湖は、ね、2月ぐらいにならないとね、えー、富士山と、えーね、オリオン座が、ね、その日のうちに撮れないんですよ。今だとね午前3時ぐらいまで粘らないと、ね、富士山と、えーね、山中湖のから見たその富士山と、うん、オリオン座が絡む時間帯っていうのは、ね、多分2時3時なんですよ。 でこれが2月ぐらいになるとね、えー、8時とかね、あのー、9時とかそのぐらいまで頑張ればなんとかね、えー、富士山名古屋から見た富士山にオリオン座を絡めることができるようになるんでね、うん、でもね小児湖とか西湖とかこうどん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 ね回り込めば早い時間帯オリオン座登ってくる東の空のねオリオン座と富士山絡められるしまあむしろ整形撮影にはね えー、こんなライトタイプで周りの迷惑になっちゃってますけどね。あのー、星様、星星様がねすごく綺麗にね光害が少ないんで綺麗に撮れます。ねぜひあのカニのパーシャルソフト、成形撮影ね撮ろうと思っている方一、えー、枚どうでしょう。以上、えー、成、えー、作例写真家の立転順次でした。成形写真家じゃないですよね。作例写真家の立転順次でした。